皆さんこんにちは、ズブです。今回ですね、闘技場が苦手でもギルド大会の攻め側で点数を安定させれる方法を紹介していこうかなと思います。まあ大きく分けて2つあるんですけども、まあその前にですね、僕がギルド大会で、まあ、意識していることについて、まあ、話していこうかなと思います。まあギルド大会って勝てばマックスで160ですよね。で最低で100で、負ければ10ポイントなんですけど、まあ、これチームで勝とうと思うと、まあ、10ポイントを、まあ、取らないっていうのが本当に大事になってくるんですよね。まあ、なんで、160か10かみたいな作戦を取るんではなくて、まあ、ちょっと下振れてしまっても、145から、まあ、150ぐらいを確実に取れるぐらいの作戦の方が、まあ、チームとしては勝てるんじゃないかなと考えております。まあなんで今回は、まあ、AI のね、闘技場が苦手な方でも点数をね、安定させるための方法っていうのをね、二つ紹介していこうかなと思います。まず一つ目が、まあお相手スカラ習得してることってギルド大会の防衛とかやってね、多いと思うんですけど、スカラは使わせて大丈夫です。まあその理由について解説していくと、まあスカラ使われてしまうと守備力も高くなってしまうし、相手がね、後ろに逃げちゃうんで、まあターン数もかかってしまうイメージがあるので、まあ、ちょっとね、被弾してでも、やっぱ釣った方がいいみたいなイメージ持ってる方多いかと思うんですけど、まあ、僕の考えでは、スカラはね、使わせてしまった方がいいのかなと思っております。まあ、ただし、全員にスカラを使わせるんではなくて、一体だけ、被弾して連れてくる。まあ、手前に誘導すると。で、他のキャラクターはスカラで後ろに下がってもらう。まあ、そういった動きが大切になってくるのかなと思っております。で、一体だけ先に釣って、そのキャラを、まあ、一ターン目、二ターン目に倒す。で、二ターン目から、後ろからね、スカラ使ったキャラクターたちが、前に出てくるので、そのキャラクターを、まあ、迎え撃つ。といった感じで、まあ、四ターンノーです。五ターンノーです。といった感じの作戦が、まあ、理想になってくるのかなと思います。で、大切なことを二つ目解説していくんですが、お相手が速攻パーティーだった場合のことを考えておくことが大切かなと思います。まあ、例えばですね、今、画面に表示されてます防衛パーティー。これ僕がね、今ちょっと仮で、まあ、パパッと組んだんですけど、まあ、この防衛パーティー、パッと見なんですが、まあ、速攻パーティーにはあんまり見えないですよね。まあ、ここら辺の、バーンとか、エスタークとか、神竜とか、素早さを盛れば結構な数値になるけど、まあ、まあ、基本的には速攻で使われにくいようなキャラクターたちを、まあ、素早さ盛りにして、ギルド大会では前衛配置にして、まあ、一気にね、仕掛けてくるといった防衛があるので、まあ、そういった防衛を、まあ、ケアすることが大事になってきます。で、どうやってケアしていくかっていうと、編成ですね。自分の編成のうちの1体を、まあ、素早さ盛りにしておくことが大事かなと思います。これについては実際にマップの方を見て解説していきたいんですが、僕ね、編成で1人、まあ、素早さ盛りにしていると、これがまあ、今回の浜辺の天使セラフィーの役割といった感じになっております。で、2番手から、5番手までが、まあ、速攻パーティーなんで、お相手に先手を取られているといった感じになっております。で、この状況でですね、もし仮に、セラフィーを編成していなかった場合、まあ、お相手が1番手から4番手ですよね。で、僕が5番手から、まあ、8番手といった感じだった場合、お相手の攻撃の射程が、まあ、こんな感じになってるんですよね。初期配置ではもうかわしきれないと。まあ、バーンはちょっと射程狭めなんでかわせるんですけど、まあ、ここがね、まあ、エビルプリーストとか、まあ、ちょっと射程広めだった場合、まあ、どうしてもですね、被弾してしまうんですよね。まあ、ちょっと今回ね、僕そんなにいいキャラ持ってないんで、こんな感じでしか組めないんですけど、まあ、それでもですね、エスタークの攻撃は2体被弾してしまいますし、神竜の攻撃も、まあ、もろに受けてしまうと、まあ、これ神竜かわそうと、被弾にした場合は、バーンでやられてしまうといった感じで、もう逃げ場がなくなってしまうんですよね。で、なおかつ今回で言えば、フェアリードラゴンの枕の息も、まあ、ちょっとなかなかね、回避しづらいような配置になっていますので、まあ、相手の編成がちょっと受けパっぽいなっていうことで、こっちもね、受けパで行ってみたところ、まあ、素早さ全部負けていた場合、まあ、こういったことになってしまうんですよね。で、このままですね、戦闘を開始するしかなくなってしまって、戦闘開始時に、まあ、1体2体落とされて、まあ、そのまま負けてしまうといったこともね、まあ、経験された方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、そういった状況でも、1体だけでも素早さ盛りを編成しておけば、まあ、こういった状況ってね、打破しやすいんですよね。まあ、ちょっと戦闘の方を実際ね、見ていこうかなと思うんですが、まず、戦闘開始して1番手を、まあ、こっちね、1人でも取りていれば、まあ、後ろに下がることができると、まあ、こうすることによって、まあ、神竜の攻撃は他のキャラクター被弾しちゃうんですけど、エスタークの攻撃ですね。まあ、今回ね、ポップはこれ射程に入ってるんですけど、浜辺の天使セラフィーのお助けレスキューで手前に引っ張っていくので、まあ、射程外に逃がすことができますね。で、バーンも、まあ、射程外になってるので、
まあ、神竜の攻撃しか被弾しないという状況を作ることができますね。で、その素早さ盛りを1体編成する中でも、特におすすめのキャラが、僕はね、浜辺の天使セラフィーだと思っていて、まあ、開幕素早さアップがね、1段階ついてるんで、結構まあ、素早さ盛りすれば、まあ、かなりの数値出せるんですよね。僕の浜セラーもね、星フルではつけてないんですけど、まあ、801素早さを出せると、まあ、結構な数値ですよね。まあ、なんで、お相手が速攻パーティーでもしっかりね、1番手を取ってくれる感じではあるんですよね。で、なおかつ、お助けレスキューも使えますので、まあ、初期配置に置けないところにもね、仲間を配置することができると。例えば、このアンルシアの1マス上って配置できないんですけど、まあ、ここに対してお助けレスキューで引っ張ってね、配置していけるんで、まあ、そういった強さがありますね。まあ、なおかつ、1ターン目、1番手に動くとですね、まあ、そんだけ仕事がもちろんなくなってしまうんですよね。まあ、もちろんお相手に攻撃することもできないですし、ただただ後ろで待つしかできないんで、まあ、そういった時にでも、これ引っ張って、被弾することで、浜辺の天セラフィーはね、仲間を回復することができるんで、まあ先に動くけど、しっかり仕事もしてくれるといった活躍ができますので、まあ一番のおすすめは浜辺の天セラフィーかなと思いますね。まあウィート50というところもあって、まあ結構ね、使いやすいんじゃないかなと思います。で、浜辺の天使セラフィー、まあ、ピックアップキャラなんで持っていない方は、まあ、配布キャラでおすすめをあげるとすれば、ラーミアとかね、結構いいんじゃないかなと思います。ラーミアも、まあ、素早さバフはないんですけど、素早さ盛りにさえすれば結構な数値取れますし、ラーミアはね、不屈の闘志持っていますので、まあ、一回無効を利用した誘導っていうのもできると。なおかつ、2ターン目に回復だとか、状態異常習得してればね、それで状態異常かけに行ったりだとか、あとはですね、多段攻撃とか、まあ、天雷球もね、まあ、そこそこのダメージは出せますので、まあ、1年前のキャラクターなんですが、AI 闘技場においては、今でもね、結構強いんじゃないかなと思ってますね。で、先ほどですね、まあ、大事なことを一つ目に話した、まあ、スカラを使わせるっていうところも、まあ、今回一応ね、この配置で紹介しているんですけども、まあ、こんなイメージですね。神竜とフェアリードラゴンだけ前に誘導して、ちょっとフェアリーはね、スカラ習得してないんですけど、前に出して、まあ、スカラ習得している二人はもう後ろに下げてしまうと。まあ、こうすることによって、先に神竜とフェアリードラゴンを安定して処理することができて、まあ、Sタークとバーンの処理はね、時間かかってしまうんですけど、まあ、攻撃がね、まあ、2ターン目も届かないような感じになっていますので、まあ、安定感というところはかなり出てきますね。まあ、ということで、今回は闘技場が苦手な方でも点数を安定させる方法っていうのを紹介させていただいたんですが、まあ、編成でもう一つだけ意識していることっていうのをね、お話ししていくと、お相手の編成の、まあ、キャラクターのですね、倒し方っていうところと攻撃の受け方っていうところが、編成時にね、考えておくことが大事になってくるのかなと思います。まあ、例えば、この防衛パーティーだった場合、バーンの攻撃は単発攻撃しかないので、アンルシアの不屈の闘志で吸収していく。で、Sタークの攻撃も単発しかないので、アンルシアの不屈の闘志で吸収していく。で、神竜はオーロラブレスとかゴッドブレス多段あるんですけど、ブレスなんで浜辺の天使セラフィーの、天使のビッグウェーブの息耐性とか回復で対策していくと。で、フェアリードラゴンは、枠乱の息使ってくるんで、混乱無効のロトの勇者で受けていく。まあ、こういった感じで、受け方のイメージを編成時にね、ある程度考えておくことが大事ですね。で、倒し方といったところも、Sターク、不屈の闘志ついてるので、ポップのメドロワで、倒していく。で、まあ、バフは使わせないと。で、大魔王バーンに関しては、アンルシアのね、ロイヤルソードが弱点つければワンパンできますので、ここをね、しっかり使っていくと。で、神竜に関してはバリアがあるんで、ここちょっと厄介ですよね。なんで、浜辺の天使セラフィーの、サンシャインでバリアを剥がしつつ、ロトのエターナルソードとか、アンルシアのディバインスパークですね。で、ワンパンしていくのを計算していく。で、なおかつ、まあ、バーンとかであれば、一回ね、倒した後に、まあ、魔法カンタが消えるんで、浜辺の天使セラフィーにメダパニをね、習得させておくだとか、まあ、こんな感じでですね、編成時にある程度の受け方と倒し方、まあ、止め方っていうのを、まあ、イメージしておくのが大切になってくるのかなと思います。はい、ということで、まあ、今回は、まあ、闘技場が苦手な方でも、まあ、攻めをね、安定させるための方法っていうのをね、紹介させていただきました。まあ、二つと言ったんですが、まあ、ほぼ三つみたいな感じにはなってしまったんですけど、まあ、こんな感じでね、意識していただければ、ある程度ね、点数は安定させれるんじゃないかなと思います。はい、ということで、本日の動画は以上になります。まあ、参考になったよって方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。